スタジオはですね、60、5、60センチだったんですよ、津波の浸水が。本当に運が良かったのはですね、こういった形で机の上に置いてある機械は、なんとか、あれ、大丈夫かなと思うぐらい、綺麗な状態であったんですが、残念ながら床に置いてる重い機械とかですね、あとラックの下のラックに入ってるものとかは、もうすっかり、津波の泥かぶってたんですけど、なんとか、半分ぐらい生きてるなっていう思ったんですね。で、実はここのスタジオっていうのが、ちょうど1年少し前に完成しまして、そこに移ってからでしょうかね。まともな放送に戻れたのは、今塩釜ガス体育館っていう、高台にある体育館のところに鉄塔を建ててまして、そこから放送するということで、今進めておりますが、大体6月か7月ぐらいに、完成する予定で今進めております。そうですね、今回の震災でこういったメディア、ラジオというものが見直されてますし、今回、我々が経験したことっていうのをですね、同じラジオ局に今度は伝えていって、で、皆さんマニュアルとか作られてると思うんですよ。で、うちもマニュアルは、震災のマニュアルはありましたが、実際使えたかっていうと使えなかったんですね。考えが本当に甘かったんですけど、さらにマニュアルを整備しなきゃダメだなっていうのは、多くのラジオ局に伝えていかなきゃなっていう思いでいますね。今後はその市とかは関係なく全員でイベントに取り組もうという、やっぱりそういった普段からの協力体制っていうのを取っておくっていうのがすごく大切だってことを震災後すごく学んだので、今後はそういったことをしていこうっていう皆さんがすごく多く出ているというのがあります。はい。ですので、私たちはラジオ局ということで、そういった皆さんの思いというのを放送を通して、こういったことをね、何々市の何々さんたちはこんなことをしてるんだよとか、何々さんたちはこれからこんなことをしようとして今頑張ってるんだよということを電波を通して伝えていきたいなというふうに考えてます。現在はインターネット放送もしてますので、地元の皆さんだけではなく、県外の方からもたくさんのメッセージを番組を通してお寄せいただいています。塩釜頑張ってるんだよということも、発信していきたいと思いますので、これからもウェブウェブぜひ聞いてください。